皆さんこんにちは、不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらの鯉のぼりの箸袋の折り方です。すっごく可愛く作れますよ。じゃあ今から折っていきます。鯉のぼりの柄っぽい折り紙を準備してください。口の部分折っていきます。大体で大丈夫なんですけれども、このくらいですね。お顔の部分を折って、こんな感じで反対側に白い部分を折っていきます。そのまんま反対側に向けます。真ん中で折ります。広げます。今折った真ん中の線に合わせて上に折っていきます。反対側もこんな感じで折り合わせます。広げます。一番上のこの角を三角形に折ります。こんな感じです。で、一番ここの下はですね、真ん中の折れ線から合わせて大きな三角形を折ります。こんな感じです。あとはとっても簡単です。くるっとして、下もくるっとして、真ん中で折り合わせたらこれで完成です。じゃーん、完成しました。めっちゃ簡単ですよね。これで箸袋が完成しました。このままだとちょっとこうふかふかしてしまうってことありますので、そういう場合はセロテープなんかでくっつけちゃいます。もちろんくっつけなくてもね、いいんですけど、こうやってくっつけとくとふかふかしないかなと思います。あとはお顔描いていきます。このままだと鯉のぼり感がないので目を描いていきます。鯉のぼりの目ってこういう大きい目ですよね。はい、これで完成です。私のチャンネルの中では本当に簡単な季節の折り紙をたくさん紹介していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。いいねと思ったらこの動画のいいねボタンやコメントもぜひお待ちしてます。てんてんみみでした。